初めて参加していただきます。山形県東置賜郡高畠町よりドラゴンティアーズ絆の皆さんです。高畠町は童話泣いた赤鬼で知られる作家浜田光介先生の生まれ故郷です。数ある作品の中から竜の目の涙にちなんでチーム目としたんですね。貴重な地図への由来をお聞きできて光栄です。それではドラゴンティアーズ絆の皆さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。はじめまして、浜田、あ、すみません、高畠町から来ましたドラゴンティアーズです。司会でちょっと間違いがありまして、浜田光介でありません、浜田博介ですので、よろしくお願い申し上げます。では、ちょっと人数が少ないんですけども、精一杯踊らせていただきます。では、行きます。構え。竜の涙のひとしずくこぼれて絆とは